ナミさん、はい、質問です、はい、プロ野球選手の登場曲あるじゃないですか、はい、あれサビ部分を使いたい人もいれば、うん、イントロ部分を使いたい人もいると思うんですよ、はい、それは自由に選べるんですか、うん、あれはね自由に選べる、うん、自分の好きなところを流してください、はいはい、ただねあれこれプロ野球のルールとして、うん、あのネクストバッターズサークルから、うん、バッターボックスに向かうまで、うん、10秒間で済ませてください、うんはいはいはい、10秒間っていうルールがあんねん。あ、そうなんだ。曲を決めるときに10秒間、うん、自分の使いたいところを決めんねん。ただ実際には10秒以上かかってる選手の方が圧倒的に多いねん。そうだよね。だからね、うん、その場合には自分が決めたところ以上の尺が流れてる。そうなんや。そう。